どうも斉藤紳士でございます。さあ、ついにやっちゃいます。アメリカ文学最重要の10人、それからロシア文学最重要の10人、この企画2回やってるんですけれども、大変好評でございます。はい、そしてついに3カ国目いきますけれども、これでもね、許して許してっていうのをこいつ入れてないじゃないかとか、もうやめて、本当やめて、もう聞きたくないね。僕も心が苦しいで、今回も言います。10人紹介した後に、いや実はこの人もこの人もこの人も入れたかったというのは言います。はい、今日ご紹介する国はですね、イギリスでございます。はい、イギリスの最重要作家10人ということなんですけど、まあイギリスといえばですね、まあ、代表的な文学賞、ブッカー賞などもございます。はい、まあ、もしくはですね、またノーベル賞とかね、っていうのも一つのこう、なんて言うんでしょうね、まあ、評価の基準になるので、まあ、一応そう、ノーベル賞とかも受賞してるかどうかというのも大きく関わってくるんですけども、まあ、とりあえず行きましょうか、ごちゃごちゃ言わずに。はい、まず最初のですね、一人目はウィリアム・シェイクスピア。ウィリアム・シェイクスピア、ね、はい、シェイクスピアでございます。はい、まあそらそうでしょう。うん、まあこの人は、まあ劇作家ですよね、なんですけれども、四大悲劇、それからロメオとジュリエット、ジュリアス・シーザー、僕はこのジュリアス・シーザーちなみにを、まあ、根底に置いたというか、を下敷きにした、単独ライブを昔やったことがあります。はい、感傷的ブルータスというね、作品なんですけども、あの頃は良かったな、単独できてましたからね、あそこでねまあそんなことはどうでもいいんですけども、シェイクスピア、これね、シェイクスピア本でまあいろいろ調べるとちょっと面白いんですよね。うん、というのは、まあこのシェイクスピアとされている人っていうのは、実はまあ、田舎、すんごい田舎育ちで、教育も、まあ、まともな教育を受けてないんですよ、ね、で亡くなった後に、まあ、書斎めいたところに行くと本が一冊もないんですよ。そんなバカなっていう。なので別人説あるんですよね、これね、シェイクスピアって。だから実際この四大悲劇であったりだとか、まあ、こう喜劇も多く残してるんですけども、まあこの作品群っていうのはシェイクスピアが残したんじゃなくて、まあいろんな人の名前が挙がってます、正直。でもまあ どれもまあ小説、なんていうんですかね、決め手はないみたいですけれども、まあ、シェイクスピアが書いたというのはちょっと違くて、まあ本人が書いたっていうのが嫌だったから、シェイクスピアっていう人が書いたんだよということにしたのか、でどういう人物なんだって言われた時に、まあね、そのウィリアム・シェイクスピアに白羽の矢が立って、まあまあでもよく調べてみると、こいつは教育を受けてない田舎者じゃないかと、本も一冊も残ってないぞみたいなことなのかな、まあ分からないですよ、真実は分からないですけど、まあ、結構別人説っていうのが有力なんだそうです。ちなみにシェイクスピアの奥様ね、アン・ハサウェイなんですよ。あのって思いますよね同じ名前なんですよね、あの女優さんとね、なんですけれども、まあ、もちろん違いますし生きてる年代が違いすぎるんでね、なんですけれども、まあとりあえずそういうところを今度外視して、シェイクスピアはやはりね、イギリスの、まあ文学の一番最初にやっぱり出てくる名前ではないかなということで選ばさせていただきました。2人目はですね、ジョージ・ウォーエルです。はい、もうこれは異論ないと思いますし、まあ、僕自身このチャンネルで何度も取り上げてきています。文豪伝でも取り上げました、動物農場も1984も紹介させていただいておりますので、まあもう詳しいところはそちらを見てくださいね。でまあ僕自身、まあイギリス最重要10人といったら絶対入れます。はい、3人目はですね、アガサ・クリスティです。はい、おいお前別にミステリー読まないじゃないかと言われるかもわかんないですけども、まあそら出てくるでしょうそれは入れないと、というところでね。ちなみに別に僕未読じゃないですから、アガサ・クリスティだって、オリエント急行も、そして誰もいなくなったもね、読んでますから、
アクロイド殺しは読んでないんですけれども、アクロイド殺しは今ね書店で平積みになってますから、ぜひ読んでみようというふうに思ってますけどね。やっぱりミステリーの女王と言われてる人ですからね、この人がいなければなかったようなこのねジャンルというか、なんて言うんでしたっけ、忘れた、あのクローズドサークルでしたっけ、もうこの人ですよね。なのでまあそれはもうアガサ・クリスティは外せないだろうというふうに思います。はい、4人目ジェーン・オースティンでございます。はい、なぜジェーン・オースティンなのかね、これはあのイギリス BBC がですね、視聴者投票で選んだ史上最高の小説というのをねやったんだそうです。の第2位が高慢と偏見なんだそうです。はい、まあ、やはりね、その高慢と偏見のイメージがすごく強いと思うんですけれども、今ちょっと高慢っていう言葉があんま良くないのかな、そんなことないですよね。自負と偏見とかっていうね、いうふうにまあタイトルが変えられてたりもするんですけれども、まあ外せないだろうということで、4人目がジェーン・オースティンでございました。5人目はですね、まあ、これはちょっと僕のあれなのかな、ウィリアム・ゴールディングでございます。はい、ウィリアム・ゴールディングといえばハエの王ですよね。ハエの王も紹介します、いつかというか近いうちに紹介します。面白いんでハエの王もね。はい、まあ、あとはですね後継者たちというような作品もございますけれども、このハエの王なぜ書かれたかね、これすごいんですよ。このあのジュール・ベルヌのですね15少年漂流記ってありますよね。あれは言ったらさって偉そうに言ったらね、まあ、漂流してしまった少年たちが力を合わせてでしょう、ね、力を合わせて脱出しようぜっつって、かっこいいですよね。あ、やっぱ人間っていいよね、助け合うよね。いや本当そうかなと、本当にそう、本当にそうなる、そんないい人ばっかりっていうところで、人間ってそんなに綺麗な生き物ですかっていうところでのハエの王、ちょっとこれはね近々紹介したいと思うので楽しみにしておいてください。はい、6人目はですねチャールズ・ディケンズでございます。はい、もうここら辺からちょっとね、おいあれはそろそろ出ないのかとか言われるかも分かんないですけど、まあとりあえず僕のなんで、あくまで僕の、僕が選ぶ10人よろしくお願いします。はいチャールズ・ディケンズね、仮想階級を主人公としたですね、まあ社会を風刺した作品っていうのが非常に多いんですけど、まあ、まあ今書店に行ってもディケンズの作品って非常に多いですよね。オリバーツイスト、クリスマスキャロル、大いなる遺産、デビッド・コッパーフィールドでございますよね、などがございます。もうたくさん、作品が残っているという点でもやっぱりイギリス文学の中で大きな一人なのではないかなというふうに思いますので、入れさせていただきました。はい、7人目、ああ徐々になくなっていく、7人目、徐々に枠がなくなっていく。はい、オスカー・ワイルドでございます。はい、アイルランド出身のですね、まあ、詩人作家劇作家でございます。はい、サロメとかですね、幸福な王子、それからドリアン・グレイの肖像などがございますけどね、このドリアン・グレイの肖像を特に僕は推したいなというふうに思います。面白いんですよ、こうまあちょっとホラー小説ですよね、言うたらその肖像画があって肖像画を描いてもらうんですけれども、まあ、その肖像画の中の自分はどんどん年老いていく、で自分自身はどんどんこう若くなっていくみたいな、あれ若いね随分みたいなね、ところから、これオチがね、まあ今で言うとベタなオチになるのかもわからない、これぐらい考えつくよって言われちゃうかもしれないですけど、まああの当時よくこのちょっとゾワッとするようなオチを考えたなというところで、非常に僕は好きでございますけど、はい、7人目がオスカー・ワイルドでございました。8人目、ブロンテ姉妹でございます。はい、これ姉妹とさせてください。はい、というのは正直僕ね、
あの嵐ヶ丘以外読んでないんであんま知らないんですけどもまあでもやっぱりね、シャーロット、エミリー、アン3人いまして、まあ、3人それぞれに、代表作がある。で、エミリー・ブロンテを押したかったんですけども、エミリー・ブロンテだけを押すと、いや一作しか書いてないじゃないかと、そんな人をイギリスの代表にしてどうするんだと言われたらちょっと怖いので、怖いのでっておかしいですけど、まあ、3人、まとめてで、ここは3人まとめてで許していただきたいというふうに思います。はい、シャーロットがジェーン・エア、それからエミリーが嵐が丘、それからアンがですね、ワイルド・フェル・フォールの住人、などの代表作がございます。はい、さあ9人目、9人目はですねここはちょっと違うって言われる人もいるかな、でもまあまあいいでしょう。サマセット・モームでございます。はい、これパリ生まれなんですよね、この人ね。だから、どうなんだというふうに、まあ、言われるかもわかんないですけど、まあまあまあイギリス人ですしね、でまあ別に英語で、まあ、作品を残しておりますし、そこはいいじゃないかというところで、幼くして両親が亡くなって、このねサマセット・モームって意外になんですけども、幼くして両親を亡くしてるんですよね。でまああんまり英語がうまくなくてですね、しかも あんまり仲の良くない叔父に引き取られるんですよ、イギリスのねに住んでいた。でだからまあ英語自体もあまりうまく話せずに、しかもまあちょっと吃音もあってというところで、まあなかなかこう大変な幼少期だったんですけど、まあ、このあたりはですね、人間の絆という作品に書いてあるんですけれどもね。で、やはり1919年に発表された月と6ペンスが非常にね話題になった作家でもございます。この月と6ペンスも近々紹介できたらなというふうに思っております。最後ここでもう一気にね、おいって出ると思いますけども、難しいな。ジェームス・ジョイス、ダブリン市民などね、ダブリナーズなどで、知られるジェームス・ジョイス、あとフィネガンズ・ウェイクとかですね、も残しております。まあ大作家ですから、まあ、ここは外してはいけないかなというところで入れさせていただきました。ちなみに愛ちなみにですね、入れたかった作家バージニア・ウルフとかね、カズオ・イシグロとかも入れたかったんですけれども、まあ、この10人でお許しいただきたいというふうに思っております。他にもいるよ、お前バカなのか、勉強不足だな、本当にこいつ入れないでどうするという方いたらですね、強い口調じゃなく優しい口調で、この方もいますよという感じでコメントいただきたいというふうに思います。はい、というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。